このスイッチのアイコンを変えれるんだけど、今キャラがこんだけしかない。まあ、こんだけって言ってるけど結構あるのか。で、このスプラトゥーン自体が少ないのかな。このアイコンを増やすことができます。俺個人プラン3年6ヶ月13日目らしい。このミッション&ギフトってところからな。あ、増えてる。背景もある。フレームもある。すげえ。5月2日10時までだって。あと6日って書いてあるな。全部買っとくか。毎週もらえるのが変わるみたいです。よし、全部買った。全部買いました。全部 全部買いました。アイコンの変え方。あ、これだ。アイコンを作るってとこだ。このアイコンコレクションでなってる。ここだ。で、ここで、さっき買ったスプラを組み合わせるんだ。あ、もう勝手にランダムで作ってくれてる。でもこれ自分で作ることもできる。タイトル、スプラとフレームは、さっき買ったやつの中から、じゃあピンクにしようか。ピンクにして、で、キャラクターを、いや、姫ちゃん可愛いな。あ、まあ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 。みんな、いい感じですか。おー、かっこいいこれ。かっこいいけど、姫ちゃんにしようかな。で、背景も決めれる。あー、ちょっと見にくくなってるな、背景をスプラトゥーンにすると。背景、これも見にくいか。姫ちゃんが意外と見にくいか。これでいいんじゃないかな。とりあえずこれを作ってみるね。これが思う、アイコン。で、アイコン作って、これでアイコン作ったことになったのか。で、戻ったら？ああ、変わってる、勝手に。俺のアイコン勝手に変わってる。勝手に変わってます。